はい、今回はですね、DJI Mavic、Mavic Pro、Mavic Air、Spark のですね、GPS の受信感度ですね、こちらを比較してみたいと思います。またこんなことをするかって言いますとね、先日 Mavic Pro と Air を持って撮影に出かけた時に、同じ場所で上げたんですけれども、Air の方がですね、GPS の受信状況がちょっと悪かったので、実際にどうなのかっていうのを比較してみたいと思います。で、今回は家のベランダでやってみて、あえてですね、GPS が入りにくい状態を作っています、なのでそれでどんな感じに変わってくるかっていうのを比較していきたいと思います。はい、それではですね、まずは DJI の Mavic Pro の方やっていきたいと思います。はい、およそ大体1分経ったところで、GPS の状態が6から7程度ですねというふうになっています。続いて、Mavic Air です。はい、およそ1分経ちました、やっと6ぐらいに上がってきたところですね、若干やはりこちらの遅い当初から4か5ぐらいですねだったかなというふうに思います。はい、続いてスパークです。ATTI モード。はい、約1分経ちました。今4から5まで上がったところですね、6にはいかない雰囲気ですね、なので、スパークよりかはマビックエアよりかはマビックプロの方が受信感度が若干いいかなと、アンテナ衛星にすると1個ずつぐらい違うので、この受信感度の悪い状態でこの程度で済むんですけれども、例えば Mavic Pro が衛星のキャッチが8でギリギリ、GPS モードで、フライトできる場合、そういったところでは、Air や Spark の場合は、GPS がキャッチできない可能性があるというのが今回の検証で分かったかなというふうに思います。以上です。今回はですね、DJI Mavic AirPro、スパークの GPS の受信精度ですねっていうのをちょっと検査してみました。